統制を開始したもののべ勢力の大船団は土佐湾で一休みすることになり、大波を避けるため大船団は川を遡り川岸で数日過ごした。その地にはもののべの地名がつき、川の名前ももののべ川となりました。もののべ川の上流にももののべ村があり、ここには九州から強制的に連れてこられ、戦を好まないので逃げ出した人々が隠れた場所だった可能性がある。彼らはその土地の人たちと混血して平和に暮らすようになった。もののべ王国のシンボルは大型銅鉾でしたが、移住に際してシンボルを銅鏡に変えることが決定されていた。もののべ勢の中にはその鏡を持って土佐に住み着いた人々がいたらしく、神や鏡の地名が残っている。もののべとは大王に仕える職業集団を意味する言葉であり、もののべ勢の軍事担当者が大王からもののべの氏を与えられるのはまだ後のことなので、それまでこの土地は兵を意味するもののべと呼ばれていたと考えられる。ついに紀伊上陸作戦を実行に移す日を迎えた。大船団は和国の東岸沖を北上し、淡路島の南岸沿いに紀の川河口へ向かった。紀の川を遡り南から大和へ入る作戦でした。紀の川に到達した軍勢はひとまず河口の左岸に上陸することになり、先に進んだ五瀬の集団がまず上陸した。すると突如紀の川の対岸におびただしい数の大和王国の軍勢が現れ、もののべ勢を押しとどめた。この軍を指揮していたのは押し人大王の巫女、すなわち式大王家の王子王彦であった。伊母帝にふと似がいた。大彦は葛城の笛吹村の東北曽根で育ったことから別名を中曽根彦と言った。大彦は出雲王家富家の親戚であることを誇りとし、富彦を名乗ったこともあり、古事記では富彦または富の長すね彦と書かれ、日本書紀には長すね彦と書かれている。大彦とは皇太子を意味する名前、次の大王になると見られていたので支持者が多く、王子の中で最も大きな勢力を持っていた。大彦と一緒に血縁の終わり一族も、もののべ勢と対抗し戦った。五瀬軍は紀の川での上陸を諦め、守るのに有利な名草山に登ることにした。その時、名草村の戸部は村人を率いて様子を見ていたが、もののべ勢の数が多いので、まともに戦っては負けると考えた。それでゲリラ戦を仕掛け、敵の上層部を狙って毒矢を追いかけていた。指揮官らしき人物を見つけ、狙う影から石、西と放たれた。その矢が、一瀬の肘と爪に命中した。その矢には鳥兜の毒が塗られており、一瀬は苦悶の末に、その地では隠して亡くなった。その遺体は、近くの釜山に大きな塚を作り葬られ、もののべ勢は、しばらくその地に留まり、一瀬の墓を敵から守った。後に一瀬の子孫は高倉寺の子孫紀伊の国の宮津子紀伊家と婚姻を結び密接に付き合うようになり、紀伊家の建てた日の熊神宮の横に国かかす神宮を建て、もののべ氏の象徴日形の鏡を御霊城にして一瀬の命を祀った。吉本義によると名草戸部は紀伊国の宮津子家出身で、後に尾張家の竹止めに腰入れした。当時は母系社会で女性の権力が強かったので、名草戸部は村長として軍を指揮した。戸部とは、有力な女古種を意味した。一瀬を埋葬した後に代わって指揮官となったのが、弟の馬島寺であった。馬島寺は、上陸軍に船に戻ることを命じた。敵兵の来ないところに移動し、食料を蓄え、勢力を強化する必要性を感じた。そこで物のべ勢の大船団は、南の潮の岬を回り熊の浦付近に上陸した。衝撃、私の中の何かが壊れた。わかるわかるよ、だって俺もそうだから。まず一瀬の御事を売ったのは名草戸部、弟が増島寺。追いつけない、追いつけてないよ。そういえば直服ってナンパしてキーにって話もあるよね。そうそう、キーに女服伝説ってたくさんあるもんな。もしかしてそれらの女服伝説は女服の子孫が残したものかもしれないぞ。この本にはそこのとこも書かれているからな。それはダメ、本に任せて。
次行ってみよう。物の部勢の中心の船団は熊野川を遡ってその沿岸に上陸することになった。しかし大和勢からの野内朝がけのゲリラ攻撃を受け続け、物の部勢は疲弊した。安全を確保するためには熊野川の中洲が見晴らしも良く防ぎやすかったので、物の部氏の親族集団と有力豪族は中洲に住んだ。そこに社が建てられ、一手が祀られた。この社は先祖女福を記念するという意味もあった。中洲の中の社は道教信仰の蓬莱島の聖地を意味していた。この社は後世に水害により中洲から今の山中に移された熊野本宮大社であり、一世は熊野権現としても祀られている。大彦は紀の川で物の部勢をうまく追い払ったが、物の部勢の大船団を見て次に戦ったらとてもかなわないと感じた。多くの技術者を連れてきていた物の部氏の造船技術力にも脅威を感じていた。大彦は東出雲王家へ行き、出雲王国軍を加勢してほしいと願い出た。自分は富家の親戚である、その自分を守ってほしいと訴えたという。しかし出雲王国軍は田島の日彦勢に敗れ、播磨を占領されたばかりであり、九州に残った物の部勢が攻めてくるという噂もあり、富家は軍勢を分散させる余裕はないと断った。そして大和から逃げ去る大彦が富勢を使うのは対面上よろしくないと考え、以後は富勢を名乗らぬように求め、出雲でも本家以外は富勢を使うことを禁じていると付け加えた。その代わりに日本海方面の同盟国の豪族を頼るようにと富家は紹介状を大彦に渡した。大彦は以後富勢を名乗らないと約束をした。大彦は後に安倍勢を名乗ることになる。大彦は近畿に帰るときに法規国にある母木神社に立ち寄り、そこで神木にわら蛇を巻きつける荒葉木信仰の祭りを気に入り、自分の王国でも広めようと考えた。大彦の母の妃は早くに亡くなっており、皇太子の座は別の妃の子に奪われつつあった。大彦は大和での権力回復は難しいと考え、伊賀国に新しい国を作ろうと思い大和を去った。大彦が大和を去った後、大和を統一できそうな勢力はいなくなった。大和の富家も大彦を助けるだけの武力は持たなかった。その頃富家の分家に大田種彦という人がいた。危機では大田種子とされている泉国の末村の辺りに住んでいた。そこには種彦が創建したと伝わる末新神社が鎮座する。今でもその社の森は大田の森と呼ばれている。大田種彦は大彦勢が大和を去ったのを知ってある野望を抱いた。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。